オバキュームじゃありません。ダイソンです。どうも、ロバスタジオのロバです。今日はですね、こちらダーン、ダイソンの V10 ですね。はい、買いました。お母さんが、あと妹もお金ちょっと出して、まあレンタロウくんのね、毛がカーペットにね、結構ね落ちるんでね、まあ普通の猫からするとそんな抜けないらしいんですけどね、そんな毛も簡単に吸い取ってしまうダイソーさんを購入したので、私もね、自分の部屋でどのぐらいパワーがあるのか確かめてみたいと思い、今回やってみることにしました。ダイソンはね、 V10 だの V8 だの V7 とかね、いろいろあるんですけども、今回 V10 の、なんだっけ、なんかノズルがいっぱいついてるやつ、なんだっけ、フラフィー、あ、これが本体ですね。本体はこれ、うわびっくりした。で、吸い込み口はここなんで、ここからこう吸ってね、一回外して捨てるんですけど、一見めんどくさそうに見えるんですけど、前のモデルだと、下にポンって取り出すんですけど、この方がなんでいいかっていうと、直接こう吸うんでパワーがアップするとね。はい、吸ってますかね、ね、はい、っていうことです。はい、でノズルがね、王道のザ掃除機タイプ、これと、まあ延長ね、はい、まあこれも延長ね、こういうこんなくねくねするやつで、これがこう高いところをこう掃除するときに、こうなんか便利なやつ、こういう延長、これも延長タイプね、こういう高いところをこうやって掃除するのにいいやつで、これブラシね、これはこうやってもできるし、まあブラシ出してこうかき出すように掃除できるね。で、これはあれね、まあ掃除機にはよくあるね、あの細いやつね、こういうところをこう掃除するやつね。27歳。それからこれなんだ、そして最後がこれがね、布団クリーナーだったかな、お布団クリーナー、まあ、今回使うのはこういうことですよ。まあ今延長なしでちょっとつけちゃうんですけど、まあ、ここで延長つけて普通にこう掃除しようっていう話、まあ、ただ掃除したって面白くないんで、お掃除を1回します。そしてコロコロをかけます。その後にダイソンで掃除して、まあパワーを見ようじゃないかと。よーい、スタート。ということで、まずですね、このうちに古くから伝わるこれで普通に1回掃除機をかけて、でかけた後にさらにコロコロさんね、OK。 それでは次はコロコロするよ。はい、フル掃除機で掃除機をかけたにもかかわらず、私の抜け毛が取れますね。掃除機とは何なのか、ペリペリ。それではこれで掃除機かけてみたいと思います。
はい、ということで掃除機かけました。さあゴミはどれぐらい入っているのか、ティッシュペーパーの上にちょっとね出してみたいと思います。それでは行きます。ドーン。こんなに、嘘、見えますかこれ、嘘でしょ、こんなに出る、もう、あ、なんかまだ入ってんな、うわ結構出てくる、嘘、こんなに、コロコロもやったのに俺、嘘、ということあれですよ、モコモコ系のこの、これモコモコ系だったらもっと出ますよこれ、なんなら今のところももう一回掃除しとかないと。終了です。さあということでね、ダイソン、やっぱりハンディ掃除機をね、俺も舐めてた口なんでね、今のハンディ掃除機ね、なかなかやりますよ。ただその中でもダイソンを知ってしまうと他のハンディクリーナーもいまいちだなって思ってしまうかもしれない。ちょっと家電量販店でね試したんですよ、ダイソンと他のメーカーのやつ、ダイソンは違ったよ。で今も試したでしょ、掃除機かけてコロコロかけてその上からこれで掃除したらあんなにホコリが出てくると、ダイソン違うな、これはねおすすめですね。まあ俺ダイソンの人間じゃないから別におすすめしてなんかマージン来るわけでもなんでもないけど、吸引力が違う、ただ一つの掃除機っていうのを、このキャッチコピー伊達じゃないということで、いいっすね、ちょっと俺もうちょっと掃除するわこの後。はい、ということで今回はねダイソンのパワーを見てみようという企画でございました。今回はこれにて以上です。